フワちゃん、芸能活動休止自分のことを見つめ直す時間に、タレントのフワちゃんが11日、自身の XQ Twitter を更新し、芸能活動などを休止すると発表した。これに対してネットの反応は、自分が予選敗退の危機なのか、予選敗退でいす。見つめ直したら立ち直れねえだろ。仕事ゼロになったからお休みか。でも反省してないと思う。この人そういう人、見つめ直して卑怯なキャラにでも偽装してくるのか？こういうのは早く公の場に出させてもらって謝り続けるのが一番なのに雲隠れとか。そりゃもう存分に見つめ直してください。ゴチの他のスレで見たかノートの記事での謝罪の話を読んでるから、これもそのテンプレの一つなんだろうなと思ってしまう。逃げもんみたいにしれっと復帰するんじゃね。天網開会祖にしてもらさず、帰ってくる可能性あるのかな。ネットいじめの見本みたいで子供向けが終わったからもう戻れないと信じたい。可能の言う通りの二段構成ではろた。吉本は力あるからな。この人はフリーだから復帰は厳しいだろうな。30過ぎてこれだからな。芸能界からは引退、Google から違約金を取られ、YouTuber にも戻れない。ざまあだな。どうして引退じゃないんだ。この人の異常な明るさ陽キャぶりはある意味すごいと思う。嫌いだけど、アスペキャラでハラハラさせるのが売りだったのに暴言吐いて怒られて反省するとか。逆の意味でもう終わりじゃぬ。中丸もそうだがみんな謝罪会見しなくなった。記者に詰められてあたふたするより言いたいことだけ言って隠れた方が非ダメージは減らせるわな。鍋プロと喧嘩別れしたなら遅かれ早かれこうなっただろうね。どうせ渡部みたいにすぐ復帰するわ。松本ですら戻れないのにもう終わりだよおめでとう。松本もそう考えたんだろうが、もう復活は無理だろ。渡部は4年経ってもまだ東京のテレビは無理だろ。あんな手誰のやつとアスペ入ってるフワちゃんが同列でもないし。海外で第二の人生歩んでくださいね。